回の街角ウォッチングは御堂筋です。御堂筋のイルミネーションを紹介します。大阪のシンボルストリートである御堂筋は11月13日から12月31日の間、鮮やかなイルミネーションで彩られます。詳細の場所は梅田阪神前交差点から難波西交差点です。時間は日没17時頃から23時の間です。御堂筋の地下には大阪のメインサブウェイである地下鉄御堂筋線が走っています。この場所は地下鉄御堂筋線の本町駅です。全体を歩いたことはありませんが、7つの色があるみたいです。スイートブルー、ゴールドミックス、ピンクミックス、ブルーミックス、桜色、五色ミックス、パープルミックスです。沿道の建物には外観をライトアップしているものもあります。本日は2020年11月23日です。大阪では新型コロナの新規感染者数が連日400名を超えるようになりました。御堂筋から大阪が明るく元気になるようにと願って希望の光を放っている気がします。大阪にお越しの際はぜひお立ち寄りください。これで御堂筋の紹介を終わります。チャンネル登録をお願いします。